現時点で8勝3敗と大のお得意様であるヤクルト。ただ交流戦を終えてかなり状況が変わってきた。なぜリーグ最下位だったヤクルトが、背の鬼門である交流戦を制することができたのか、それにはいくつかの要因がある。交流戦で優勝したとはいえ、ヤクルトのチーム打率は、リーグ戦とほとんど変わらない2割5分1厘、これはカープよりも低い。それでも勝てた要因は、つなぎの野球というコーチの教えが浸透してきたことにある。あのバレンティンでさえ、場面によってはバットを短く持って、後ろへつなぐという姿勢を見せた。カープが変革したように、ヤクルトでもチーム全体の意識が変わりつつある。そしてその野手陣を引っ張るのが2人のベテランだ。1人目は青木。リーグ戦で思うような成績を残せなかった青木は交流戦で、3割1分14打点と躍動。さらに得点圏では、5割と驚異の勝負強さを見せた。そして2人目は2015年の首位打者である川端。川端は今シーズン怪我で出遅れ調子を落としていたが、交流戦に入ると打棒が復活し、3割7分2厘と本来の姿を取り戻した。青木が審判に暴言を吐き退場ということがあったが、これはチームを引っ張る責任感の表れだったのかもしれない。リーグ戦の防御率 4.91 に対し、交流戦は 3.62 と、1点以上も防御率が向上した。その中でも小川は3試合に先発して、2勝、防御率 1.42 と抜群の安定感を見せ、谷まで登板した山中も、2試合で防御率 1.80 と、監督の期待に応えた。また、先発が崩れてもカラシティをはじめとする、2番手投手がその後も、試合を作り、18試合中、15回チームでクオリティスタートを達成した。そして、その後を受けた中尾、近藤、石山の新勝ちパターンがゲームを締めくくった。中でも近藤は9試合に登板し、6ホールド1セーブ、防御率 1.80、さらに新守護神に定着した石山は10試合に登板し、7セーブ、防御率 0.00 とパーフェクトな投球を見せた。最後にその投手の好投を引き出した中村の存在も忘れてはいけない。心がけたのは、3試合しかないので裏をかくというよりもシンプルに相手の弱点をつくこと、と相手の弱点をつくリードで、好調の投手陣を支えた。ヤクルトは交流戦でエースに当たることが少なく、いわゆる裏ローテの投手に当たることが多かった。その割を食らったのが中日で、ヤクルトとは対照的にエース級全員と対戦し、交流戦7勝11敗と下位に沈んだ。そういった点でヤクルトは運があったと言えるだろう。これらの要因が積み重なり、ヤクルトは交流戦で優勝を飾り、開幕前で9あった借金を3まで減らすことに至った。優勝できた要因の中で最も大きかったものは、やはり勝ちパが決まったことだろう。15年リーグ制覇した時ロマン、オンドルセク、バーネットと強力な勝ちパが存在した。そして翌年その一角のバーネットが抜けると、ヤクルトは5位、6位と下位に沈んだ。これは連覇中のカープにも言えることだろう。近年の野球は7、8、9を整備できたもん勝ちと言っても過言ではないかもしれない。そういう意味では勝ちパに不安定さが目立つ今シーズンのカープ。このような勝ちパの状態が続くと、15年のような混戦が訪れるかもしれない。